いっすね。寒いっす。寒いっす。寒いっす。サーパント2席。サーパント。サーパント。チームサーパントになりました。はい、長嶋優吾選手です。どうもどうも。どうも。やはりあの最後のね、まあ発売したばっかりではない。まあプロは一応今年の4月3月ぐらいだったと思います。でも車のデータもないなって。そうですね、ちゃんとねまとめてきてレースにするあたりはさすがですね。はい、うん、ありがとうございます。今回のレースはやっぱりどこがポイントですか？タイヤが難しかったみたいですけど、今回ちょっとタイヤがね、あのバラつきがあって、うん、そのグリップするタイヤとグリップしないタイヤの見極めだったり、うんうん、そのどこで新品入れていくかとか、そういうのがちょっと難しかったですね。まあそれがね、ある程度事前に分かっているんであれば、そのようにレースすればいいという、はい、ことですね。と思うじゃないですか。なるほど。ちょっとね、練習用とレース用のね、ロットがなんか違うとかいろいろあって、はいはいはい、大変でした。まあ、ゴムだから。そうですね、感じます。それはね、ありますね。そうですね。それうまく。はい。もう実際には、どういうセットアップというようになんか人間かなって気がしたんですけど、見てて。まあ、セットも変えました。変えたんですか？多分。まあ最後はちょっとこう信頼性のあるちょっと良かったなっていうイメージの中古タイヤで行って、そしたらまあなんか良かったなみたいな。ああ、なるほどね。あそこ選択として新品を入れる、はい、新品を選択するよりも信頼性がある方がちょっと良かったタイヤを中古でも2パック目で行きました。その方が確実性がある。確実性がありました、ね、結果。結果的にね。あ、そっか、レギュレーション上はそういうことがありなわけですね。そうなんですよね。毎回新品じゃなくてもいい。全然ルール的にはかも、あの問題ないんで。なるほどね。ただ新品が使えるっていうルール、あのなんていうんですか、ルールなだけで、別に使わなくても大丈夫なんで。使わなくてもいいんだ、ね。はい、よく理解してますね。うーん、まあまだもう決定、順位は決定してないですね。あと1回あります。はい、最後ね、かなりいい調子出してたんで、じゃあまたレース後にお話を伺いましょう。はい、じゃあ長嶋優吾選手でした。